せーの、ジェネレーションです。はい、ということで今回プチ自慢話ということで、ですね、僕はもう本当に尊敬してやまないアンタッチャブルのザキヤマさんのですね、子供から大切にしてたあのクリームネオっていうキャラとゲスヤバオっていうキャラの DVD コンピレーションのその DVD なんとご本人からサインいただきました。あー、それは自慢話だな。あ、そういう夢ある系だな。はい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 、はい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 、皆さんご存知ガンちゃんこと岩田貴則さんの LINE 知ってます。なるほどね、なるほどね。どうでしょう、プチ自慢話という意味ではあのドバイの王子が飼ってるタカ手に乗せたことあります。あったね。あれは自慢だわ、確かに。ね、あれそうだよね。みんなが、大好きな、俳優竹内涼真、同級生です。ああ、そうですか。そんなこと言ったらおかしい、先輩ですから。同じ高校の先輩ですから。自慢ではない。難しい。大人間から自慢話ではそういう感じだ。それで言ったら俺もうアランの今の最新の住所知ってますよ。やめろ。絶対やめろ。絶対やめろよ。本当に言うから。本当に言うから。あ、どこ食う？頑張ろう今日は。みんな頑張ろう。頑張ろうぜ。あるから。力の限り。あれ？頑張。あれ？あれ？あ、テレ朝の清掃員の方ですか？ドームツアーをやってもテレ朝の清掃員に見えることです。あ、それ自慢。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 本当は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 。本当は。マイケル・ジョーダンの親戚の子供からデッドボールを受けたことがあります。すごい。腰のあたりにいただきました。めっちゃおもろい。子供の時、子供の時めっちゃいい話。すごい。めっちゃすごいよ。それすごいね。だって、ね、今で言ったらだって大谷君からデッドボールもらったことあるってすごいことだから、ね、確かに今でだったらそれレベルで、ね、マイケル・ジョーダンの親戚の子供、子供でしょ。遠いな。結構遠いな。しかも被害だから。はい、ということで力の限り、はい、パフォーマンス頑張ります。お願いします。